おとぎ造紙は、太宰治の短編小説集。小太り、浦島さん、カチカチ山、絶技レスズメの4編を収める。1945年10月25日、畜麻処房より刊行された。初版発行部数は7500部、定価は3円30銭だった。前書きや小太りの冒頭部分において、著者が防空壕で原稿を書いていることが描かれているが、実際に、 本書は各地で理財しながら書き続けられ、同時に出版の作業も進められた。1945年3月5日頃、太宰は竹山大学校。3月6、7日頃から三鷹で、前書きと小太りの執筆にかかる。同年3月10日、東京の市街地は大空襲を受ける。下役で理財した小山清は三鷹の太宰の自宅に移る。真っ赤に燃える。 東の空を望み見た太宰は祭祀を、甲府市の石原家に疎開させることを決意し3月末に、実行に移す。4月2日、未明、三鷹も空襲を受け、太宰も甲府に移住。小太りは5月7日頃までに脱行。翌日、浦島さんの執筆開始。5月末か6月初め頃、カチカチ山の執筆開始。6月中旬から6月末にかけて、 絶儀レスズメが書かれる。脱降直後の7月7日、未明、甲府市は、焼夷弾攻撃を受け、石原家も、全焼の浮き目に遭う。太宰は、逃げ出す際、長女を背負いながら、原稿を持ち出したという。戦火を免れた本書の原稿は、見舞いに駆けつけた、小山清氏に託される。7月13日、原稿は小山によって無事竹馬書房に届けられる。焼け出された、 多宰一家は7月28日早朝、甲府を出発し、東京の上野経由で津軽に向かう。そして敗線から2ヶ月後の10月25日、おとぎ造紙は出版された。この初版本は長野県上稲郡稲町で印刷された。初版刊行後、原稿の所在は長らく不明だったが、日本近代文学館が全編が揃った完全原稿を発見し、 2019年4月6日から6月22日まで、特別展、生誕110年、太宰治創作の舞台裏で、一般公開された。原稿は400字詰め原稿用紙を半分に切った200字詰めで、計387枚。前書きには、サルガニガスの文字を消し、絶れレソめに書き換えた跡があり、また、小太りの原稿では、アメリカ機、 イギリス期だった表現が初版では、鬼、鬼と伏せ字にされ、1946年の再版では、殺人期、吸血鬼と改められている。一方、前書きと小太りは別の聖書原稿を青森県近大文学館が所蔵しており、これは2019年公開の原稿をさらに上書したとみられている。小太りは1945年3月に雑誌、 現代に寄港する予定があったとする関係者の証言がある。ありがとうございます。